ごめんね。いえいえ、私は全然平気です。それじゃ。私のバカ。ねえ、私の財布返して。500円の目1枚しか。500円もお金はお金。私の大事なお小遣いです。懲りないやつだな。お前それでも忍びか。ちょっと考え事をして。超秘伝忍法書ならその財布のようには。ううん、絶対に返してもらうよ。あれはいつでも来い。そんなことない。私たちだって負けないよ。いや、負けないもん。まあどっちでもいい。戦えばすぐに。待って、ホムラちゃん。なんだ。違うの。そろそうだな。だんだんお腹。まあた。でしょでしょ。お前何が言いたいんだ。はあ、だって2回も財布を取り返す。お前自分の。うん、いいだろう。ただし。オッケー、任せて。その服。まあまあ、いいじゃないいいじゃない。どういうことだ。なぜ。え、ホムラ。忍びの歴史の授業を受けていれば当然のことだ。じっちゃん、戦いはなしでご飯を食べるだけ。いつまでも立ってないで座れ。寿司屋で飯を食うのは当たり前だ。私は太巻き500円分。私はお任せで。はいよ、お待ち。いただきまーす。また来いよ。お前忍び。いいから答えろ。それはじっちゃんの後を継いで忍びの身。何を言っているのかわからん。忍びになってしたいこと。私はみんなの死。どうして。だって本当の正義って見返りを求めない。なるほど。お前にも。え？お前のじいさんは現役時代危険とか安全とか関係なく仲間のためとあらば先陣を切って突撃したらしい。おかしな話だろ。圧倒的な強さを持ちながらいつも彼は傷だらけだった。それって刀と盾だ。ホムラちゃんは忍びになって何がしたいの？私は生きている証が欲しい。生きていてもいいと実感できる瞬間が欲しい。アスカ、お前は私に生の喜び。ここまででいい。善を貫き通すためには時に清濁合わせ飲むことも必要となる。それがゆえに半蔵学院には陰と陽2つの超秘伝忍法書があるのだ。お前たちにはもっと早く教えてやりたかった。しかし
学校長から使用の許可が下りるまでは完全に極秘にしなければならなかったんだ。そうだったんですか。ホムラが奪っていったのはいわば陽の超秘伝忍法書、そしてここにあるのがもう一つの陰の超秘伝忍法書だ。バスカ、俺はお前に陰の超秘伝忍法書を授けたいと思う。どうして私に。私より強いカツネーヤイカルガさんがいるじゃないですか。確かに実力ならカツダギやイカルガの方がお前より上だ。しかし陰の超秘伝忍法書の習得に必要なのは力や技ではない。陰の超秘伝忍法書を習得するための修行は過酷だ。並大抵の覚悟で挑めば体よりも先に心が折れてしまうだろう。つまり何よりも心の強さが求められるのだ。心の強さ。だからこそ俺はお前に決めた。お前の忍びの道を極めるという強い気持ちに俺はかけてみたい。イカルガたちには別の修行が用意してある。あいつらもそこでレベルアップするはずだ。わかりました。私やります。陰の超秘伝忍法書を絶対に習得してみせます。よし、ならばまず俺の出す試練を乗り切ってみろ。はい。本番はこれからだ。陰の超秘伝忍法書の習得の修行はこんなものではないぞ。はい、望むところです。超秘伝忍法書を持つ者同士が戦ったらどうなるんだろう。私とホムラちゃん、どちらかが死ぬのかな。きっと忍びになったらこんな思いをすることの繰り返しなんだろうな。
生きていることを確かめるために戦う。ホムラちゃんはそう言っていた。私が一生懸命に戦えば、ホムラちゃんは生きていることを実感するのかな。みんないろいろな理由があって戦うんだ。だから迷ったり悩んだりしてる暇はない。私も忍びになるために戦う。忍びになってみんなの幸せを影から守りたいから。そのためにも忍びクラスを廃止にはさせない。絶対に寮の超秘伝忍法書を取り返してみせる。全力で、どっちが勝っても恨みっこなしだからね。